皆さんこんにちは、田中えみりです。今日紹介するカップ麺は日清食品カップヌードルネギ塩カルビビッグです。豚の旨味を凝縮したコクうまネギ塩スープが味わい深い逸品。カップヌードルビッグシリーズはカップヌードルのビッグサイズ商品として1991年に発売して以来、若者を中心に多くのお客様からご愛顧いただいています。今回ジューシーなカルビと食欲をそそるネギ塩だれのコンビネーションで鉄板の人気を誇る焼肉メニューネギ塩カルビをカップヌードル流にアレンジしたカップヌードルネギ塩カルビビッグが発売されました。豚の旨味を凝縮した味わい深いスープにネギ塩だれの風味とペッパーのパンチを効かせたコクうまネギ塩スープが特徴です。別添えの特製黄金オイルで仕上げれば炭焼き焼き豚カルビの癖になる風味が加わるとともに、ほんのりとしたカボシの風味がスープの旨味を引き立たせます。最後の一口まで飲み干したくなるコクうまな一杯をぜひご賞味ください。商品特徴、麺、スープの味わいを引き立たせるつるみのあるしなやかな麺、スープ、豚の旨味を凝縮した味わい深いスープにネギ塩だれの風味とペッパーのパンチを効かせたコクうまネギ塩スープ、具材、謎肉、味付け豚ミンチ、スクランブルエッグ、ネギ、赤ピーマン、別添え、炭火焼き豚カルビとカボスの風味を効かせた特製黄金オイル。食べてみた感想、スープはこってりと濃厚な塩味、焼肉の風味とバター感あふれる味わいの中にほんのりと香るカボスのフルーティーな風味がいいですね。麺はカップヌードルならではのすすりやすくしなやかな麺、こってりめのスープとの相性も抜群ですね。具材の謎肉もまるでカルビのような仕上がり、スクランブルエッグはふんわりと大きめに出来上がっています。そしてこちらも大きめに斜めカットされたネギ、赤ピーマンなどお野菜もたっぷりと多めです。全体的にはネギ塩感満載の焼肉こってり味にまとまっていますが、重たすぎることはなく、スープの飲み口も爽やかですし、ビッグサイズでも無理なく完食できました。これ一杯でしっかり満腹感に浸れるがっつり系カップヌードル、男性だけでなく女性の皆さんにもおすすめしたい美味しさです。豚の旨味を凝縮したコクうまネギ塩スープが味わい深い逸品。本日は日清食品カップヌードルネギ塩カルビビッグを紹介しました。田中えみりでした。